別に話すようなこと、ウサギとはずっと前から一緒にいる、それだけだよ。二人とは随分長い時間を一緒にいたけど、忘れられない日だ。これ以上は今は語るべきじゃないかな。街については特になんとも。ほら、そこの路地。好きか嫌いかで言えば、そうだな。誇り高いファルジの意志のもと、割と平和な街なんじゃないか。そうだな。よそから敵襲があるわけでもない。ああ。ああ、ボルングについてだ。何かにつけてはファルジに突っかかってきやがって。ったく、目障りな奴。あいつらは良くない。実に良くないぞ。だが奴らは、群れは作るが。ボルグは敵よ。あ、すまないね。少し前に夫が。誰、だからその報復だろうさ。だからその報復だろうさ。それ。だからその報復。それを聞い、特にあげるべきものはない。だが、甘いものはあまり得意ではないな。民というのは、だが、ボルグはそれを良しとしな。ファルジにとっては取るに足らん。食べ物？私が好きなのは、あ、機会がありましたら、あなたも食べてみてお。この町について、でこそ、ファルジの一族に仕える身ですので、私から言えることはほとんど。おそらく、あなた様がこの町に立ち、私どもは、ファルジの一族に仕える身。ボルグのことを考える暇がありましたら、ファルジの一族の皆様へ貢献する。ボルグなんて野蛮な方たちのことなんて、
か。町のことはよくわからないけれど、ご近所さん同士は仲が良くてね。あ、でも黒い影ってそんなに広い町でもないんだし。高慢で乱暴な人たちだよ。若い人たちもすぐ騒動を起こしてね。でもこの町は昔からボルグと。好きな食べ物か。うん、ありきたりかもしれないけれど、好きな子が作ってくれた手料理は何でも僕の好物。こういう答えはどうかな。そうですな、雪以外は特に。ボルグとファルジがいがみ合っているようですが、元行商でどちらからも外れて、何故両一族はああもいがみ。この町についてそれぞれの一族同士だったら。でもボルグとファルジが揃うと。ああ、町についてなんてどうも思わねえよ。気に入らなくたってここに住むしかねえんだからよ。変なこと聞くんじゃねえよ。奴らが住んでるな。ボルグやらファルジやらで対立してるが。店長はボルグとファルジがお店で喧嘩すると。酔っ払いの喧嘩なら構いやしねえが。便利屋について、基本力仕事も多いし、怖い。みんなを笑顔にできる仕事って思えば。妙なことを聞くね。従者はとても勤勉だが、時折無茶をする嫌いがあってね。凍ったパンの扱いもわからない亡霊の身では一人で生きていけないのだから。好きな食べ物、肉料理は好きだな。そういえばレビは肉が苦手なようだが、俺は別に苦手なものはない。
きな食べ物な。強いて言うなら、チーズ？うまいぶどう酒と一緒に食うチーズは最高だな。兄貴は肉も好きみたいだけど、俺は肉ってどうもダメなんだよな。好き嫌いせず食えって言われるけど、そうね、どう思っているかと言われると私自身としては今すぐは難しいでしょうけど、これから少しずつ。フランシスコ様は両一族が和解できるように日々ボルグとファルジで全く交流がないわけでもありませんし、あなたも何か困ったことが。この町か、俺も結構好きかな。いや、俺は大いに不満がある。ああ、それに関しては同意するよ。だね。ファルジの奴らがいなければ。そうだな。煩わしい交易なんかもないし、よそ者も入ってこないからな。顔見知りばかりで居心地がいいよ。難点があるとすりゃ、ボルグ。この町について？だがこの町で暮らす以上、私だって出られるものなら出たいが、なぜかそういう。あいつらは血も涙もない。税の額だってファルジが一方的に決めたんだ。厳しい取り立てで多くの人たちが苦しんでいるんだ。この町について、俺は正直よくわからないけど、うちは親のどちらかについていれば互いの報復を恐れて追い。私らは商売人だからあれだけど。そうだな、俺たちが気にしなくても顔。どうしたらいいのかしらね。
くれるの？うん、上手にできたから。じゃあもらおうかな。マスカレードの時にこれをいっぱい。それはいいね。あら、いいわね。これはね、ユリだよ。ありがとう。黄色いユリ、おばさんも毎年いっぱいごちそうよ。この時にね。よっ、モテてるな、ジェロ。はは、羨ましい？まあな、俺も混ぜてくれよ。いいけど、サボるとまたラバンに怒られるよ。まあまあ、固いこと言うなって。レビは自警団の見回り？ああ、この間のこともあるし。まそうだったんだ。自警団の皆さんがよくか変な小競り合いも仲裁してくれるし。なるほど、レビやラバンが頑張って。なるほど、これくらいは大したことじゃね。と、自慢げにする前に、や、お、兄貴、ちょっと休憩してた。あら、ラバンさん。まあまあ、休憩、そうだわ。確か。せっかくの干し肉ですから。そうですか。お花三つしかない。お花？さっきこの子に花をもらったんだ。気にしなくていい。それに俺にとっては君の、おいおい、今度会った時にあげるね。じゃあね、お兄ちゃん。へえ、なんだ。よくもまああんなセリフが出てくるよな。小さい子相手だ。確かにいい笑顔だったな。あの、なら正解ということだ。正解ね。お、あ、ラバンさん。そうか、後で立ち寄らせてもらおう。知り合い？武器を扱ってる店の親父。別にいいじゃん、鍛錬のためにもなるでしょ。お前、曲線の剣で鎧の隙間をつくのと体験。ああ、しかも兄貴の腕力基準だぜ。俺興味ねえし、鉄叩き割るの無理だし。ところで、ありゃ、しっかり結んだと思ったんだけどな。縛り直した方がいい。いや、手際がいいね。人通りの多いところでは注意してくれ。どさくさの盗難にも気をつけろよ。ええ、ありがとうございます。
へえ。どうした？すごいな。さっきのおばさんが自警団を。会話をしただけだが。そうなんだけど、さりげなく注意したり、いろんな。まあ、そうだな。そのおかげで俺も便利屋の仕事に励めるわけだし、感謝。じゃあ俺は邪魔にならない程度に頑張りますかね。レビだってマスカレードに備えてって思ってたんでしょ。自警団も取りまとめてるし。見回りを増やそうと言ったのはレビだしな。ほら、大変だろうけど応援してるから。ジェド、俺の味方はお前だけだ。うん、そういうのはいいから、ってレビ。相変わらずちっこいな、お前は。それ褒め言葉じゃないから。もう。それはそれとして、仕事の最中だ。まあそうだけど、兄貴だって武器屋の親父と話し込んでただろ。レビー、見回りの途中だったな。そうだな。その通りだ。わかったよ。じゃあまた今度な、ジェド。うん、また。髪だいぶ乱れてるぞ。え、はあ、別にいいよ、気にして。よくないだろ。これでいい。お前も仕事頑張れ。うん、ありがとう。止まれ。何か用だった？前に言ったはずだ。次に見かけたら、何よって。当然だ。もっと言い方を考えてくれてもいいと思うけど。ではもう一度言おう。また事件のことを調べてるなら、犯人だとか言われるのが嫌だし。正直だな。嘘ついたってしょうがないだろ。では、あの、ボルグの当主のフランシスカ並びにその娘。え、何？知っていることを話せと言った。それは間違いないけど。質問をしているのはこちらだ。ボルグどもが普段どのように。知ってることは話しても構わない。でも犯人だと決めつける。それも俺のことじゃなく、フランス。貴様がどう感じようと構わん。聞きたいことがあるなら。ラバン、ボルグの跡取りか。母上を訪ねたいというのなら、俺への質問についても同じだ。このような路地裏での密談ではなく。狼の息子は
形式にこだわるのが好きらしい。鷹は無法地帯に住む生き物だったかな。こちらにはこちらのやり方がある。人を導くつもりがあるのなら。ならばこれだけは伝えよう。黒い影の一件においてこれ以上死体を増やしたくなければ。それはどういう。ジェド、お前に迷惑をかけてすまないな。え、そんなことは気にしてないよ。そうだな。どこかへ出かけてたの？剣を見に行った帰りだ。しかし俺も全部を知っているわけじゃないけど、黒い影噂になってるんだ。聞いたことないかな。ま、殺人事件がいくつか起こっているのは多分その事件とか噂についてはルーガスが一人で調べてるのを見かけたか。そういう事件こそわからないけど。タカ、それを周知するのどうなのかな。ファルジのやり方に。ルーガスは本気で事件について調べているし、解決しようと思う。まあもう少し人への質問の仕方は考え。屋敷に閉じこもっていろという。あれは本当に危ない。何があった。そういうつもりじゃないんだけど、ただルーガスが身内を思う気持ちはわからなくもないと思って。なるほどな。そう思える父親がいるのは。え、ではこちらも少し調べてみよう。ううん。あ、じゃあまた。レビというのは冗談で。まあ相手は兄貴だったし。ねえレビ。ん？ああ今ガキの頃に死んだからほとんど記憶にないんだよ。会いたくない？あんま覚えてねえけど、結構兄貴や母さんが苦労してたみたいだからな。ま、母さんたちの前ではそういう話しない方。そっか。つっても普通に生活してりゃ話題にも上がんないから。そう。俺もそろそろ行くわ。休憩だって休憩。じゃあまたな。
シスカどうしたの？ジェド、ラヴァンに仕事、ここのところ厄介な仕事が溜まっていたから。なるほど。じゃあ今日は一日お休み。え？なんだ、半日か。そうかもしれないけれど。よし、じゃあ俺が見えないところにかペンとインクは机の中にしまおう。こっちの構わないけれど。あとはこの本を一度本棚に戻せ。ほんとね。どうかした？まさかあなたに。綺麗。あなたがここに住んでいた時は私が片付けを手伝ってあげてたのに。いつまでも子供じゃないってことだよ。でもこれでゆっくりお茶が飲めるんじゃない？その通りだわ。ダメだよ、半日休みでしょ。俺がやるから待ってて。あら、でもそうね。うん。嬉しいわ。たまには息抜きも必要だよ。その分時間の自由は効くわ。おいしい。ここにいた頃の話だから。4年といったら随分長く感じるけれど、もう塔での生活には慣れた？うん。まあすごいわね。あ、甘くておいしい。いただきものなのよ。なんだかもったいないな。何言ってるの。食べずにしまい込む方がもったいないわ。あなたも本当なら髪ももっと伸ばして。そんなの俺がやるのはおかしいよ。そんなことはないわ。そんなことあるよ。フランシスカみたいに綺麗なら別だけど。あなたは自分の魅力に気づいてないだけだわ。黒い艶やかな髪がドレスに映えて。ん？え？俺はいいよ。女だってバレたらいけないし。そうね、ごめんなさい。でも何度も言ってるけど。ありがとう。逆に女の子にって言われてもどう？それはそれで困ったものね。それじゃあそろそろ行こうかな。そうなの？私からは書類を。俺はフランシスカほど忙。いいえ、一応このままにしておくわ。確かに。いた。ジェド、大丈夫？ちょっとぶつかっただけだから平気。古い屋敷だから傷んでいたのかしら。フランシスカが謝ることじゃないし。いいえ、仕事もあるんでしょ。
それさっきぶつけたところだから。気分は苦しくない？うん苦しいの？大変！お医者様を。フランシスカ、落ち着いて。ごめんなさい。どうして一人でやろうとしたの？これくらい軽いものだと思ったの。こういう作業はフランシスカが思ってるより難しい。反省してください。はい。あなたに叱られる日が来るなんてね。いつまでも子供じゃないってことだ。そのセリフ今日二度目よ。とりあえずこれは俺が直すよ。うまいものね。こういう仕事もたまに。どう？フランシスカ、完璧よ。そんなのいいよ。いいえ、だってこういう仕事もあるんでしょ。それならさっきのお茶菓子にも正当。そう？じゃあお願いします。本当に頼もしくなって。フランシスカならおばあちゃんになっても可愛い。だからちゃんと長生きできるように怪我と病気に気をつけて。はっ。ありがとう。まるで私が育てたんじゃないみたい。フランシスカに育てられたから今の俺がいるんだ。もう本当に可愛いんだから。麦はもう少し安い時に買っておかないと。主のいない間に一人でごちそうを食べる機会？吐いたか。いやー怖い顔だ。食事の支度をしてる時にちょっかいをかけるなっていつも言ってるだろ。これは失礼。誘われて出てくるならもっと前だと助かる。ごちそうだな。嫌味はいいよ。いやいや本音だよ。それはどうも。さあ冷めない。ではありがたく頂戴し。もう一つまみ塩を入れてもよかったかな。十分おいしいよ。ハイタカはどこかへ出かけてたの？ああ、薄曇りの空をあちらへこちらへとね。自由気ままにお過ごしのようで羨ましいです。君は相変わらず
忙しく走り回っている。そりゃそうだよ。パン、それなら風の噂を君にも伝えて。よくない。町で不審な死体が出てるらしい。また殺人があったの？君も知っているんだね。昨日今日の、そんなに目立つことをしてるのに。よほど身を隠すのがうまいのかもしれん。黒いか、連続殺人。殺人？貴様が犯人でないなら。ま、犯行に。これは鷹の羽のナイフ。犯人が使った凶、どうもそれが引っかかって。なるほどね。でも悪い、見てくればかり派手な食事よりも、え、外見にばかり目を向けてはいけないね。人の心の闇というものは、ジェード。誰のせいだと。食事時にする話でもなかったね。多めに作ったから。では夕飯を楽しみにしておくよ。俺は料理人じゃない。また出かけるのかい？たまにはゆっくり座って本でも。ハイタカはゆっくり座ってられる口実が欲しいだけだろ。そうか、それは残念だ。え、何？ほら、これだよ。マッシュポテトを付け合わせに塊肉。ん？私には見えるんだが。おかしいな、じゃない。味の濃いソースをかけて食べると。そう言うなら自分で稼いで買ってきなよ。そうしたいのは山々だが、亡霊の身で金貨をつかむのは。そうだね、怠け者を働かせるのは猫を手なずけるよりも難しい。特に用事がないのなら俺はもう行くよ。探し物もいいけれど、人気のない場所と弱。どこが危険かくらい承知してるつもりだ。過信は良くないよ。どんな服を着ていても君は女性なのだからね。わ、あまり心配をかけさせないでほしいな。それは何とも実感のこもった話。その通り。わかったよ。いい子だ。ジェド。結構です。行っておいで。こんなところに羽が？とにかく。はい、タカ。よう、おか。まだ仕事は終わってない。ってそうじゃない。
そんなに慌ててどうし、どうせお茶を入れるのは俺。私は茶葉のある場所を知らないか。くっ、とりあえずこの散らばった羽。ああ、生え変わりって。で、その鳥。そうじゃないよ、今日は。は？じゃあそんな姿で行った。さあどこだ。もう、ほーら、どいたどいた。この部屋では主が追いやられるらしい。掃除中くらいは従者に従ってください。どうも追い回されてる感じが。順に入ってるだけだ。おっと、大きなゴミがあるな。どうにもゴミの方が優しく吐かれているように。気のせいじゃないかな。ふう、さて、まだ何か。せっかく掃除したんだから。これはこれは、誰が家事使用人だ。では、何やってるんだ。君も入る。寒さに凍えてしまう前に布団に入る。寒さ、こんなに日の高いうちから布団にくるまって、こんなに快適にできているの。そんなこと言っていつも寝転がってばかりじゃないか。寝床の方だってたまには一人で休ませてくれと思ってるよ。そうなのかい。何言ってんだあんたは。いいからほら起きて。ジェード、今大切な王政を楽しんでいるところだよ。せっかくだからシーツも洗おう。きっと夜にはよく眠れる。王政にはタイミングがあるんだよ。ただ布団に入りたいだけなのに、横行な理由をつけないでくれないかな。やれやれ。わ、よほど私に構ってもらい。なんでそうなる。ちょっと。それでは一緒に入ろうか。寒いなんて言ってないだろ。では寂しかったのかな。それも一言も言ってない。おや、頬が紅潮している。やめてくれ、旗から見たらひどい光景だぞ。そうかな。そんなことを思うのはあんただけだ。これが他の人間だ。いつも。どいてくれ。はい。たまには悪くない提案だと思ったんだが。そもそも昼間からね。では夜なら。寝てもいいけど一人で寝てくれ。確かに、女性を無理やり。べ、そういえばさっき何。ああ、それか。何も入ってないの。そうだね。ふん、覚えてないな。言うと思った。部屋のものをのんびり眺める余裕がある。普段から気にかけないから。ゆか、うん、次に昼間から布団に潜り込まないでくれ。その上、人を布団に連れ込んでごまかそう。
多少休んだくらいでなくなる仕事な。働いてない人には言われたくない。正論だ。今日の君は一段と手厳しいな。それもだ、主様。記憶がなくても掃除くらいはで。では明日からそのよう。明日になったら忘れたというつもりだろう。とにかく残念だ。では仕方がない。何言ってるんだ、貸さないぞ。